どうもロンドンからこんにちは、マリコです。今日もよろしくお願いいたします。お出演さんお元気でしょうか。お待たせしております、ありがとうございます。いやー、お元気ですか。私ね、お質屋さんの友達結構多いのよ、本当に。うん。なのでね、お友達にやるっていう感覚で、ちょっとやらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ね、ちょっともう6月、早速見ていきましょうか、お質屋さんのね、どんな感じになるか、あとどんなことを気をつけたらいいのかとか、どんなことを思って毎日過ごせばいいのかというのを、はい、見させていただきます。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、まずね、カードの紹介いきますよ。はい。これでね、ムノロジーでね、1枚、お羊座さんの感じのテーマを、はい、6月のテーマ見てって。ヤスミン・ボーランドさん、ロンドン在住になります。で、この、作者の方ね、ヤスミン・ボーランドさん。で、次に、今回のタロットカードはこれにします。マーメイドタロットでね、このマーメイドタロットちゃんで、はい、現在と未来で引きます。で、ね、解説はね、これにします。はい。で、アウトメイガーレットタワーカードミーニングス。これ時々使ってたんだけど、もう一回ちょっと使いますので、この、教科書みたいな本ね、分厚い本なんで、はい。これでちょっと解説してって、で、結構ね、その、日記に、自分が日記をつけるときに役立つような、アドバイスとかもここに書いてあるので、それもちょっとご紹介しますね。はい。で、次ね、ちょっと補足で、6月のお羊座さんの補足で、この Rose Oracle Cards っていうのと、あとこの Angels and Ancestors、を、一枚ずつ聞きたいと思います。お二人、カイル・グレイさんと、レベッカ・キャンベルさんもイギリス在住で、レベッカ・キャンベルさんオーストラリア人なんですけど、ロンドンに、はい、ロンドンじゃない、グラストンベリーに、はい、お住まいです。はい。グラストンベリーね、ちょっと今度ね、動画あげたいなと思って、私、2回くらい行ったことあるんだけど、YouTube それやる前だったのね、行ったの。そう。だから全然その撮影とか全く何もしなくて、今度ね、いつかね、もうグラストンベリーってすごいね、スピリチュアルなのよ。塔っていうのがあって、うん。めっちゃスピリチュアルですよ。私がイギリスの中で一番スピリチュアルに思う場所。うん。逆に言うと、ストーンヘンジは無理だね、私は。うん。このお話はいつか。はい、あと私、テムズ川も無理なんで、うん、いつかこの話は、おいおいやりますね。はい。はい。で、それで、次というか、最後にね、この、はい、我らが、じゃーんってちょっと不意ですけど、日本の神様カードで、日本の神々からメッセージいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、ちょっと、何してますか、お羊座さん。毎日の生活はどんな感じでございますか、どんな感じでしょうか、ね。はい。じゃあ、早速、お羊座さん、6月いきますよ。これ、44枚だよね、カード。そう、44枚ありますから、そのうちに、ね、何が出るか。で、6月の、星座さんはね、魚座さんから始まって、お羊座さんで最後になるんで、そう。で、あとね、そう、ご連絡事項で、これからね、ちょっとこの、いわゆるその、星座別の月間リーディングっていう感じのとか、星座別のリーディング関係を、ちょっともうちょっとやっていこうかなと思ってるんですよ。そう。っていうのもね、もうほんとこの6、7日でほんと600とか700人以上のチャンネル登録者数が一気に増えまくってて、そうなのよ。そう。だから多分 YouTube 側も今もうどんどん私の動画をおすすめに上げてると思うのね。いろんな方に。そう。それでいろいろちょっと試してると思うんだけど、 YouTube も。うん。で、なので、それで私も思ったのは今回、やっぱりこういう星座別の動画っていうのを、楽しみにしてたりとか、そういうのを待ってますっていう視聴者さんとか結構多いと思うんですよね。で、私もさ、いろいろあって、ほら、私もいろいろあるからさ、ね、6ヶ月休んでる時もあれば、ちょっと2、3ヶ月休んでる時もあればって、いろいろで今までやってて、私の中でもこのタロットカードをやるとか、オラクルカードのこういう占いのこういう月間リーディングをやるっていうの、それで動画を出すっていうの、いろんな葛藤があったりとか、いろんなのがあったのよね。あったの、いろいろそう。でもこうやって、ほら、やっぱこれはこれで、元気になったりとか、これはこれで、ほら、ちょっとね、ロンドンのお茶の間からこう話してる感じで、ちょっと友達と話してる感覚でさ、そう、ね、それを楽しみにしてくださってる方も多いし、なので、ちょっとそういうので、やっていければと思います。6月、この今、お羊座さん終わった後に、一回その月間リーディングが6月終わるんだけど、で、その後もしかしたら6月中に、もしかしたらとか、何かしらのまた動画をちょっと載せようと思ってるんですね、その12星座分。で、そのテーマが、
もしかしたら見た時がタイミング的な星座別の、仕事になるかもしれませんし、それか2024年の下半期を見た、下半期のまあ7、8、9、10、11、12月を見た、あの動画。まあ、ただね、それは6月に出すんじゃなくて7月に出した方がいいんじゃないかなとも思うので、まあ、それか普通に6月の、まあ、ボーナスリーディング、6月の月間リーディングのボーナスリーディング的な感じで、補足リーディングって感じで、ちょっとま、違うカードを今度はまたその時は使ってね、うん、やったりとか。まあ、同じカードでもいいんだけど、うん。なんか、ほら、結局さ、オラクルカードとかも、タロットカードも結構私、いっぱい持ってるのね。それこそうちの友達からもらいただいたものとかも結構あって。もう今もう、今時もう誕生日プレゼントとかもそれになっちゃってるの、私。そう、みんながくれんのが。そう、だったりするので、ね、せっかくだから使った方がいいじゃない?そう、だからね、そう思ってるので。もしよかったら、チャンネル登録もお願いします。この機会に。ちょっと、これからまた見たいっていう方いたら。あと、皆さんでの中でね、インスタグラムとか、ツイッターとか、フェイスブックとか、ソーシャルメディアやってる方いらっしゃいましたら、そこで、シェアしていただくと、大変助かります。そうするとほら、必要な人にね、このメッセージが行くのよね。そうそうそう。だから、それを、手助けしていただければ。はい、ありがたいです。ありがとうございます。じゃあ、はい、行きますよ。お羊座さんお待たせしました。はい、ありがとうございます。お待たせして、もうお待たせしてというか、待ってくれてありがとうございます。じゃあ、行きますよ。ムノロジーで1枚ください。お羊座さんの6月ください。はい、はい、じゃあこれにします。これ、はい、じゃあ行きますよ。はい。おー、すごいねー。いや、これすごいわ。これ、この44枚のカードの中でも、一番もうやばいくらいの勢い。A new start is coming. A new start is coming. まあ、coming って感じだけどね。まあ、エクスクラメーションマークついてるから、うん。new start is coming. もう、だからなんか新しい始まり来るよね。だからその6月のタイミングで、まあ、皆さんがね、各自それぞれ違う、いろいろ違う、いろいろね、なんていうの、生活、人生、いろんなね、皆さんもそれぞれあると思うんだけど、なんか新しい始まりが、なんか新しいことが始まるっていうのはあるのかもしれないね。だからそれが、まあ仕事関係なのかもしれないし、なんかその、うん、なんか恋愛関係かもしれないし、まあそれか、そうね。それか、そうね。なんか状況が変わるっていう感じ。そう。あとなんかその、仕事で昇進したので、新しい、ポジションでやりますとか、あと、なんかその、引っ越しするので、まあ、このタイミングなんですけど、私は引っ越しするので、6月から新しいところに住みますとかね。うん。まあ、そういう人たちがいるのかもしれない。ちょっとタロットでもうちょっと詳しく見てみましょうね。これ正位置で撮りますので、現在1枚、未来1枚で撮りますよ。はい。現在これね。うん。じゃあ、で、未来。これ。はい。まあ、現在未来ってそんなにね、ガチガチなものじゃないから、うん。じゃあちょっと現在未来で。で、この、本でね、現在、はい。いやー、いいねー。うん。これはいいわ。はい。two of ones ね。これも先見てますから。はい。先見てますよね。うん。いやー、だからもう、ここがもう、こうなっちゃってますよね。新しい始まり来ますよ。始まりますよ。だから、今、まさか私が新しい始まりが来るってわからないって6月に思ってる人いたら、なんかいきなり昇進とか、いきなり恋愛関係で誰か来るとか、いきなり系だよね。うん。まあでももうすごい前見てますからね。これ先見てるかなりもうね、あと世界系もあれもあるので、世界に向かってっていう、的な、うん、だからなんか外国人と関わりがあるのかもしれないし、まあそれが外国人の彼氏ができるとか彼女ができるとか、まあそっち系もあるかもしれないし、ちょっと2のワンドでね、はい、行きますよ。はい、ね、2のワンド。いやー楽しみですね。うん、やっぱなんかさ、新しい始まりって楽しみだよね。うん、うん、うん。で、キーワードがフューチャープランニング。Progress, decisions, discovery. そう、これね、確かにね、他のね、星座さんにもちょっと出てきたと思うんだけど、future planning って未来の設計だよね。うん。だからその、お羊座さんの中で、まあ私の友達でも確かに、お羊座さんのこと考えると、そういうのを考えてる人いるんじゃないかなと思うけど、未来の設計、だからその、自分が将来にどうなりたい ?1 年後どういうとこに住んでたい ?2 年後どういうとこに住んでたい ?3 年後は ?5 年後は ?10 年後は
どういう生活したい？一年になんか2、3回は海外にね、旅行行きたいですとか、子供とこういうとこに行きたいですとか、親とこういうことしたいですとか、友達とこういうことしたいですとかね、自分はこういう生活したいですとか、そういうのやっぱ思い描くといいんだよね。だから思い描くのにやっぱり私いつもお勧めしてるのがビジョンボード。私もすごい気合い入れてすごい大きいの買ってますから、まあ、大きいでそんな大きくなくてもこのぐらいのコルクボードでね、買って、Progress, Decisions, Discovery. そう。あと何か、Progress, まあ進歩なんだけど、何かそのちょっと止まってることがあったとしたら、それが動いてくるんだよね。だからそういうこともあって、動いてくるから New Start is Coming なんだよね。だから新しい始まりが始まるっていうのもあるし、先見てるよね。でもこれ。なんかこの直感でこの Discovery で来るのが、なんかその、発見するんだよね。やっぱりその自分のなんかやっぱりこれが自分にとって興味があるんだとか、なんかその将来設計をしていく上で、これって私、こういう方が好きなんだなとか、こういう場所が好きなんだなとか、こういうことを自分がするのが好きなんだなって。なんかやっぱさ、大人になってさ、何が自分が好きなのかっていうのを、その振り返るときが時間がなかったりする大人が、で、特にこれ見てる人、まあ日本語でやってるから私日本人の人が多いとは思うんだけど、まあそれとか日本で育った人ね。そう。で、そういう日本で育ったりとか日本人とかだったりすると、結構その働き方がさ、なんかやっぱりその休みがない働き方するから、それってすごく将来を見据えられないような働き方なんだよね。だから毎日の仕事に追われてると、そんな将来のこととか、あと、夢見たりとかすることさえもなんかできないじゃない？時間がないじゃない？だって、月曜日から金曜日で仕事して、まあ、例えばそういう仕事の仕方の人はね、土日に休みだって言ったって、まあ、月曜日から金曜日に疲れてるから、その土日をね、ちょっと休んだりとか、あとなんかいろいろ家のことをやったりとか、やるべきこと、その、用事をやったりで終わっちゃうわけでしょ？で、片やっていうかその、それでまあ、いわゆるゴールデンウィークみたいなのがあるっつったってさ、そんなね、人もすごい多いしさ、だからといってそこでね、休んでいろんなとこ行けるわけじゃないしね。だよね。やっぱり。で、まあちょっとね、これ今月からこれもちょっとやっていくんで、ジャーナリングプロンプスね。これどういう意味っていうと、そのジャーナリングプロンプス書いてあるんだけど、ここに。要は日記を書くときに、こういうような、質問っていうのを自分にしてみて、こうやって書いてみるといいですよ。要は、これの質問の答えを自分でこうやって書いてみるといいですよってことなのね。いいですね。So, what plans do I need to make to bring my ideas into fruition って書いてあるね。それどういうことっていうと、その自分の、そのやりたいこととか、そのさっき言った、その自分の目標とすることっていうか、その自分の、そう、理想、まあ、それ、ちょっと、直訳というよりもかなり広く取ってるけど、それを実現するにはどういうことをすればいいのかってことだね。どんな計画を立てる必要があるのかっていうことよ。だからそのさっき言った、そのなんかそのなんだっけ、どっかに引っ越しますとかそういう話とかも、じゃあ引っ越すにはね、なんかいくらそこのなんとかエリア、どこのところに住むにはどのくらいのお金が必要なのか、どのくらいのなんか頭金が必要なのか、だからもう具体的に計画よね、今直感で来るのは。やっぱり具体的、計画っていうのはね、特にそのビジョンボード関係とか未来関係で言わせてもらうと、具体的に、こうイメージして具体的に想像すればするほど本当にそれが本当になるよね。だからそれこそなんかその、じゃあその新しい場所に住んだら、そっから通勤するときにはこんな感じだなとかの、その絵を描く、絵っていうかその、想像する。で、しかも通勤先ももしかしたらさ、今通勤してる場所と変わるかもしれないわけじゃない？仕事もちょっとこれこれこれでっていうので今考えてるところがあるから、いやー、でもさー、いやー、今一瞬なんか日本のね、なんかいい感じの都内の、都内のっていうか、まあ、都市、東京都の、まあ、別にどこでもいいんだけど、日本のどこでもいいんだけど、まあ、私ほら東京の人だからさ、都内のっていうのがやっぱ出ちゃうんだけど、都内のっていうか、東京都内の中心のね、なんかそういうところでさ、なんていうのかな、こう、生き生きとしたい、してるような感じの、そういうの今、なんか想像してみるといいなって思うよ。生き生きしてさ、なんかこう、電車をちょっと待ってたりとかさ。まあ、電車を待つって、まあ、あれかもしれないけど、まあでもなんかその、なんて言うんだろう。電車もその、なんかさ、
その、まあ、広尾駅で待つとかさ、まあ、例えばで言うとね、うん、デイビスでなんか待ち合わせとかさ、まあ、なんでもいいんだけどさ、あの、どこでもいいんだけど、それ場所はね、皆さんの住んでるところのどこでもいいんだけど、なんか、なんか余裕がある暮らしっていうか、楽しい暮らしというかさ、なんかまあ、うん、そんな感じかなって今思いましたね、一瞬。うんうん、まあ、なんかこれはね、意味があればって、あの、何かね、皆さんの、なんか、これを聞いて、なんか思うことがあればと思いますけど。うん、で、2個目のクエスチョンがね、質問が、What alternative solutions are available to me? そう。だから、これもすごい考えるのいいよね。だから、例えば、もしも、あ、じゃあ、どこどこのエリアに引っ越したいと思ってても、で、そこが、そこに引っ越せない場合、そこのエリアだとちょっとやっぱ高すぎるからっていう場合は、じゃあ、次に、もしもそれが無理だった場合はどこにしようとかね。まあ、そういうのもね、考えるのもいいと思う。なんか現実的じゃん。なんかそういうのって考えていくと。うん。で、なんかやっぱり、例えばさ、今ね、こういう収入なのに、超高いここのなんかエリアに住みたいって思ってると、やっぱり、ほら、なんだろう。結構夢的なところもあるわけじゃない?実際に。そう。でも、ちょっと なんか、ちょっと手が届きそうな感じの、そういうところもちょっと考えてみると、そうすると、なんだろう。それはそれでなんか、現実っぽくなるというか、そうそう。だから、まあさ、想像はね、無料ですからね。でもね、やっぱりね、世の中のお金持ちの人とか、まあ、やっぱりね、想像で引き寄せてるところもあると思うね。うん、やっぱり思うのね。あと、そういうところに自分を身を置かせるところで、それでどんどんやっぱり富っていうのはね、引き寄せられるんじゃないかなと思います。だから、例えば、その自分が住みたい、そのさっき言ったように住みたいようなエリアとかがあったら、そこを、そこのカフェに行くとかね。そう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 。だって、私、実際さ、まあ、これ前もいつも時々話す話だけど、ほら、猫の家あるじゃない?うん、今日も行くんだけど、私。猫の家で、あの猫の家ってめっちゃ超高級住宅地なのね。もうなんか、100億円とか50億円、60億円とかのストリートなのよ。あそこのエリアの中でも、あの通りは、そのエリアの中でも1、2番の、ストリート、そこのストリート、通りなのね。そう。で、まあ、ご縁があって、その猫の家の、まあ、まあ前お子さんのお世話してたりとかして、まあ今お子さんも大きくなったしって感じで、まあ猫の世話とかしてんだけど、私がそう。で、私ほらあの家に行くと、ほんと普通に家にいるわけよね。もう泊まり込みでやってたりしてて、まあもうかなり前の話ね。まあ今もそうなんだけど、今も取り、と。で、やっぱりそこでやってたのって、その当時は私本当にさ、それこそイーストロンドンとかさ、あと他の方とかさ、川の、テムズ川の近くの川の方、私テムズ川あまり苦手なんだけど、苦手って、まあ、これ今で言うね、スピリチュアル的に苦手って意味ね。うん。テムズ川を歩くのが苦手なわけじゃないんだけど、なんかね、私あの辺ちょっとね、合わないと思うね。うん。とか、あと、なんだろう。なんかあったわけじゃないと思うけどね、テムズ川。まあ、一応なんかあるとは思うけど、でも、まあね、昔からある川だからね、いろんなことが行われたと思うけど、うん。で、それで、そう。で、そういうところに住んでて、まあ、いろいろまあ、いろんな、なんかシェアしてたりとかそういうんだったのね。まあ、昔ね。そうそう。うん、で、それで、その当時でも、結構そこの、ね、超高級住宅地のそこのエリアの、しかも、もう1、そのエリアの中でも1、2番の、通り。で、そこで、やっぱり、出入りしてたわけじゃない。で、泊まったりとかして、ある意味、あたかも住むように滞在してたわけよね。そう。で、それをした後に、私は、で、まあ、何年か前にそのエリアに、ま、住みたいってなった時に、本当になんか、その時、ま、コロナら辺だったのよ。で、ちょっと値段が下がってたりした時もあったんだけど、で、で、それで、でも、それでも高いわけよ。って言ったって。うん。で、なんだけど、そのワンブロック先のアビーロードのところに、だから、なんていうの、まあ、そのエリアよね。要はそう。でも、そこのところで、なんかそういう、物件が見つかったのよ。で、私的には、やっぱり、いや、なんかちょっと、なんていうの?届かないなって思うわけじゃない?やっぱり、そう。でも、そう、でも、結局そこに住めたんだよね。うん。で、それはやっぱり猫の家に行きまくってて、あたかも住むように滞在してたから、で、それでやっぱり、そうなんだよね。それでやっぱりそうやって、そういうことになったんだよね。うん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 。だから、すごい、それでの引き寄せがあるから、そう、だからやっぱりそういう、まあ、みんながみんなね、そうやって、その家に住みたいっていうところの、その住むエリアのところに、なんかと、泊まる場所があるわけじゃないと思うし、行き来する場所があるわけじゃないと思うけど、まあ、なんならさ、週末だけ Airbnb 借りるとかもできるよね。そのエリアに。うん。もし、うん。
で、あたかも住んでるように滞在するとか、だからさっき言ったようにね、なんかちょっと地元、その辺のエリアの人が行きそうな、あのカフェに、あの、出入りしてみるとか、うん。まあ、そうでもいいと思うんだよね。いやー、そうね。だから、で、あとここに3個目の質問で、How can I set myself up for success? How can I set myself up for success? って書いてある。どういう風になったら、どういう風にしたら自分を成功に導けるかなってこと。そういう、どういうふうにしたら自分を成功に導ける段取りっていうのを作れるかなってことなのね。うん。で、ちょっとね、あの、未来。まあ、もう近未来ですけど、見てみると。あー、出ましたね、これ。すごいの出てきちゃってる。The Devil。まあ、怖がらないでください。これも悪魔系なんだけど、怖がらないで、怖がらないで。これあの、ダイアルカナでもありますから、だから相当ね、やっぱ生み出しが行われてくるよね。生みを出す。うん。で、それって、あの、今直感できたのが、あの、必要のない人たちとはもう、おさらばっていう感じかな。うん、必要のない人と、必要ない人って言うとすごく、あの、語弊があるように聞こえちゃうから嫌なんで、ごめんなんだけど、そうなのよね。うん、必要のない人っていうか、その、自分にとってやっぱり害がある人とか、自分にとって、全然、その人と一緒にいると疲れるとか、その人と一緒に話してると疲れるとか、そういう人たちを振り払っていくよね、多分。うん。振り払っていけるし、まあそういう人たちいらないかなって感じかな。うん。やっぱりね、その人たちすごいね、欲しい欲しい系なのよ。そう。だから、うん。そうだね。まああともしかしたら、まあこれね、キーワード的には、アタッチメントとか、アディクション、リストリクション、セクシャリティっていうのが出てるの。だからもしかしたら、その、これ見てる、あの人たちの中で、まあちょっと自分の性に対してとか、セクシャリティに、ちょっとね、のことが発展してとか、そういう関係のことで悩んでる。例えば自分はゲイですとかね。そういうの悩んでる人がいるとか、そう、自分はレズビアンですとか、そういうので悩んでるとか、自分はバイセクシャルですとか、そういうの悩んでるとかね。まあいろんな意味でね。そう、いろんなことで悩んでるということは、うん。なんか、リストリクションって書いてあるんだけど、その、もしかして、なんかその、まあ、近未来にね、なんかその、制限を感じることがあるのかもしれないんだけど、でもこれってなんか自分が起こし、やってる制限というよりも、なんかその、他人から制限されてるような感じのが見えるね。だからその、さっき言ったように、他人で制限して来ようとする人っていうのは、やっぱり、やっぱさらばかなと思いますね。なんかその、付き合う人も考えないとね。うん、疲れる人とは付き合えないんで、これすごくいいこと書いてあるね。さっきさ、将来の設計をしましょうってことでさ、どういうふうにやったら自分が成功できるかとかさ、あとそれこそなんかそのね、住みたい場所があるんだったらその住みたい場所のカフェにね、入り浸りましょうみたいなこと話してたんだけど、ここでジャーナリングプロンプスでね、そのジャーナリングプロンプスで書いてあるのが出てるのが、まあ日記の時にこういう質問でね、書いて、これ、こういう質問について答えたりするといいですよなんだけど、はじめの質問が、What limiting beliefs are blocking your path to success? って書いてある。これどういうことっていうと、どんななんかその狭い、なんかさ、自分ってやっぱり何十年も生きてるから、この、なんか元から持ってる考え方とか、元から持ってる考え方っていうか、それも作られた考え方なんだけど、幼少期とか、中学校、高校、大学で、まあいろいろそういう、まあ20代とか10代で、こう、なんとか、幼少期でこう作ったような考え方なんだけど、なんかその制限した考え方っていうか、こう、自分、なんかこの、こうこうこうなんじゃないかとか、それ誰が決めたのって話なんだけど、なんかその、凝り固まった考えっていうとちょっと違うんだけど、なんて言うんだろう。自分はあんまりできないんじゃないかとか、なんか自分への、こう、なんか、自分への自信がない言葉っていうのが、そういうのって、やっぱりその成功から、成功とそういう考え方、成功っていう話とこういう話って、すごいもう逆の話なのね。そう。だから、まあわかると思うんだけど、それは。うん。で、だから、その、そういうのが、そういう、その自分のこの制限したような考え方っていうのが、どれだけこの成功から離れてる考え方なのかって話なの。そういうのを考えてみても、どんなことが自分を成功するために、自分が成功するために、邪魔してるのかってことよね。うん。まあ、うん。なんか、ちょっと詳しく見てみましょうか。うん、ちょっと詳しく見てみましょう。6月のね、お室屋さん。これとこれでね、Angels and Ancestors とこれでね。はい。見てますよ。はい。ローズ・オアコーカード。ちょっと待って。こう、あと1枚もっと、これ。6月のお室屋さんください。
はい、じゃあこれにしますよ。はい。で、ですね、これね、はい、Angels and Ancestors ね。まあでもね、海は出しといた方がいいからね、まあちょっとうんっていう感じの人とはもう離れてさ、うん。じゃあはい、1枚出しますよ。はい、じゃあこれにします。はい。はい、じゃあ行きますよ、一気に。はあ、これね、誰かさんにも出てきたんだよね、これ。シャーマン。Trust in the, higher forces. Trust in the higher forces. あのね、お羊座さんはっきり言わせてもらうけど、まあ、シャーマンなんだけど、守られてるっていうことがあるわけよ。うん。で、かなりの、その、シャーマンに守られてる的なところがあると思うの。あと、この Trust in the higher forces ってことは、やっぱりその、何か守られ、お羊座さんを守ってくれてる、その存在に、その存在を信頼していいし、信用していいし、その存在に、のことを、その存在が守ってるっていうことを考えてそれでいいと思う。そういうのいいと思う。そういうふうに、そういうふうに落とし込んでほしいっていうか、一人じゃないってことなのよ。お羊座さん。うん。だから、ここでいろんな、もう自分的にはもう関係ない人っていうか、自分的には、ちょっと、まあ、毒っていう言い方はちょっと、大げさな、ごめんなさいね。ちょっと、誰かの人のことを毒って言いたくないんだけど、自分の成長には、ちょっと、今の段階では合わない。今の段階でね。もしかしたら、ちょっとしたらまた合うのかもしれないし、まあ、人ってさ、自分のさ、波動も変わってくんだけど、相手の波動も変わってきますから、まあそれが数ヶ月単位で変わるっていうよりまあ数年単位とかでかな、やっぱりね。例えばだからもう逆に言うと何年か前におさらばしたような人、なんかもうちょっとあの時は当時は会わなくておさらばした人。でももしかしたら何年後の今には逆にお友達関係ができるのかもしれないし、で逆に今、まあ、ね、いろんな人と、まあこの人は自分の人生にちょっと今の段階ではちょっとそこまで優先に、いろいろ、関わってきた人じゃないなと思ったと人でも、数年後にはね、そっちの波動も変わってるし、こっちの波動も変わってるから、その時にまた合わさって、うん、関係作っていくのかもしれないし、とにかくでもね、やっぱ今のお羊座さんって、6月とかは、New Start is coming で、あとこの2つの、このね、2のワンドが出てきてて、やっぱりもう前に向いてるのよね。まあさ、まあ、あることかもしれないけど、前に行くときには時々、やっぱり痛みも伴うときもあるのかなとも思います。まあ、いつもじゃないけどね。うん。いつもじゃないけど、時々はそうやって、例えばそのね、前に行きたい、ね、なんかその、例えば自分が留学したいとかさ、自分がどっかのね、引っ越したいとか、自分がどこどこしたいとか、なんかそういうので考えたときに、まあ、反対する人にとってはさ、って感じで思われたりするかもしれないけど、まあ、でも、本人はさ、やっぱ前に進みたいのよね。うん。今までのその人生を振り切ってというか、まあ、振り切ってとか、今までの人生じゃない違う何かを今本人が求めてるのよ。そういうのを求めてるお羊座さんがいるってことだから。うん。でね、Rose Oracle で、After the Rain って書いてあるの。Silver Lining, Hope, It's Over, Mercy っていうのが出てるね。うん。まあね、ホープがやっぱこれ来るね。すごく。うん。やっぱりその希望なんだよね。うん。だから、今、やっぱりお羊座さんの中でこの希望に溢れてる。なんか確かに私もこのリーディング今何十分かやって、希望っていう言葉は使ってなかったけど、希望なんだよね。うん。そう。だから希望が溢れてるというか、なんか希望を持ってるんだよ。だから前向きだよね。すごく。うん。それは前向きになるからさ、もう、a new star is coming. いや、でもね、これはすごいね。だってこれも見てもすごいと思うでしょ見てもすごいと思うでしょ。いやー、今んとこすごくいい感じでお羊座さんになってますけどね。ちょっとね、日本の神様カードでね、はい、1枚見ていきたいと思います。もう、日本の神様カードがさ、もうすっごいほんといいね、仕事してもらってて、やっぱ日本の神様カードいいね。ちょっとね、次私、ほら、6月もまた、ほら、各星座さん分で、やるんだけど、この、まあ、この6月の今の月間リーディングを終えた後に、また違う、その6月、まあ、今見た時がタイミング的な仕事運を各星座さんか、それか、あと、まあ、下半期をやるとかね、まあ、それかもしかしたら恋愛運やるかもしれないんだけど、あと、見た時がタイミングの恋愛運とか、うん、あと、恋愛運ってなんか、なんだろう、恋愛運って感じじゃないんだよ。なんて言うの？関係性運？なんかわからない。人間関係運？そうそうそう。人間関係運くらいがいいね。うん。なんか、あんま恋愛私結構あんま見れないんだよね。うん。そうそうそう。うん。
だから、じゃあちょっと日本の神々からちょっと一枚。もうこれね、6月の月間リーディングでは最後の、カードになりますからね。もう魚座さんからやって、お羊座さんまで来ましたので。まあ、いや、私も楽しませてもらってるわ、この一週間。すごい、本当に、チャンネル登録者数さんが、伸びて、チャンネル登録者数さんっていうのがね、うん。じゃあ、日本の神様カードから一枚出しますよ。はい、じゃあこれ出します。はい、じゃあ見てみましょうね。どんな神様が出てくるのか。はい。おー、これね、この人ね。ちょっとね、見せますけどね。すごいね。ちょっと一瞬繋がっていいですか？うん、うん。いやー、いいね。いいね。いいね。もう、なんかもう、竹早すさのおのみこと。すごいでしょ？この感じで。もう、なんか、ドーンって感じですよね。ドスーンっていう感じでね。これがだから、やっぱり、おひつさんなんじゃない？この、我が道を行くというか、我が物な感じ。我が物っていうか、うん。竹早すさのおのみこと。ちょっと見てみますね。これね。いやー、これもさ、解説書もいいからね。すごいね。うん。じゃあ行きますよ。竹林佐野の御子と、竹林佐野の御子と、そう、これね、最近ね、結構ね、早めにね、これだね、うん、結構ね、早くね、もう検索できるようになったんだけどね。まあ、でもちょっと、まあ。はい。あー、いいですね。あー、はいはいはい、いいですね。まあ、竹林佐野の御子とね、うん、あー、いいね、これ。うん、ちょっといい、ちょっと、はいはい。神社行きますよ、神社名。はい、神社名。埼玉県氷川神社、京都府八坂神社かな。で、あと、愛知県津島神社。あと、島根県日の岬神社。で、あと、島根県須佐神社などに祀られています。私、ほら、おばあちゃんが島根系なんで、うん。お母さんも一応生まれは島根なんだけど、育ちが新宿っていうので、うん。あ、お母さん、母ね。そうそうそう。他の人に言うときは母って言わなきゃいけない。そうそう、すいません。うん、ですね、うん。あと、おばあちゃんのことも祖母って言わないと、うん、そうそう、失礼しました。じゃあちょっとね、テーマがね、いいね、テーマ。正直さ、二面性、スーパーヒーロー。スーパーヒーローすごいね。スーパーヒーロー、ヒロイン。スーパーヒーロー、スーパーヒロイン。うん。まあね、うん、二面性。だからそこの、今二面性でこれがやっぱ出てきちゃったのよ、私、今。うん、二面性の時に。だから、その、これから6月に、ちょっとおひつやさん、その、二面性も活用していくというか、その、二面性があることが悪いことじゃなくて、人ってやっぱ二面性あるのよ。で、それで本音と建前で、取り繕ってる時もあるし、まあ、結構イギリスも本音と建前使い分ける国なのね。そう。で、なんかすごい日本みたいなと思う時あるし、そう。で、まあ、なんだけど、何が言いたいって、だからそのさ、これからさ、その、もしかしたらね、ちょっともうおさらばする、ちょっと、今の時期はちょっとおさらばするっていう友達が出てくるのかもしれないし、あと、おさらばする場所が出てくるのかもしれないし、なんか例えば、これこれこれのなんか集まりに今まで行ってたけど、もうそれと、そこはもうちょっとやっぱり、あんまり自分にとっていい環境じゃないから、ちょっと違う。まあ、そこはもう行かないことにする。でも、なんだろう、その、いきなりその、まあ、やんわりとさ、まあ、なんていうの、相手を傷つけないで断りたいじゃない？そういうことも。もうちょっとこのミーティング、この集まりに行きませんとかさ、もうあなたとは遊びませんとはさ、言うよりもさ、なんかやんわりとさ、したいじゃない？そう、なんか断りたいというかね、そういうメッセージをちょっとお伝えしたいじゃない？そう、だからそういう二面性をだから使っていくんだよね、多分ね。うんうん。まあね、正直さ、うん、やっぱりその、おひつやさんは正直であることが一番いいよね。うん、なんかもうこの人がボーンって出てるからね。うんうんうん。で、被っているベールを脱ぎなさい。あなた自身の顔を出すのです。穏やかさと激しさ、その両方が自分であることを知りなさい。恐れることはない。大きな力のうちにあって、あなたの意識はさらに拡大し、自らのユニークな個性を表現していくことでしょう。あなたはあなたなのです。うん、いいね。あなたはあなたなのです。うん。まあ、さ、あなたはあなたのですって分かってるとは思うんだよね。でも、特にこれを見てる人が日本に住んでる人だとしたら、日本でいるとあなたはあなたなのですっていうふうに、まあ、今まだね、それは昭和に比べたらまたいろいろ変わってきてるのかもしれない、来たのかもしれないけど、まあ、あと10年、20年くらいはやっぱり、いろいろな会社とかの、いろんなのが変わるのは変わる、なんかその会社的な文化とか変わるんじゃないかなって思うけどね。なんせその、昭和の時に超活躍してた、超っていうか、昭和の時をがっつり仕事してたような人がまだほら、仕事現役でいたりするから、
とか、あと、ね、そう、だから、そういう人たちがもう引退した後、まあ、引退してたりもするんだけど、やっぱりまだ昭和の名残があるのよ。この日本社会。このってか、まあ、ここイギリス社会だけど、日本社会でね。そう。なので、それで、ちょっと、やりにくいところとかがあったりするから、そう。さ、令和っていう言葉ってさ、初めて、あれなんだよね。初めてじゃないけど、何百年ぶりかなんかだったよね、確かに、なんか、中国の、なんか今までさ、その平成とか昭和とかって、確か中国の漢文かなんかから取ってんだよね、確か。うん。でも、令和っていう言葉、確か日本語の、書物から取ってるんだよね、確か。うん。だから、まあ、ちょっと詳しい人いたらあれなんですけど、いつか教えていただきたいけど、ちょっと私も調べますが、なんかそれを聞いたことがあった気がするんだよね。なんかその令和っていう言葉は初めてそういう日本の、なんか書物から取ったみたいな。だからそれが何を表すって、だから、日本を前面に出した世の中が来るってことなのよ。まあ、それは日本だけじゃなくてもね。って思ってます、私は。うん。まあ、私いつも言ってるように、今、円安って言っても、それは本当ただの数年の話で、別に、うちの周りのいわゆる外国人の子たちも、いや、そんな一時的なことなんて、なんかもう全然みんなそこを全然見てないのね。うん。いや、日本はもっとね、次本当にすごくなるから、で、それで次になった時は、それはすごい長期的な安定になってくるから、そうって言ってて、そう。だから、マーケットとしてはね、ビジネスとかも含めて、やっぱすごく面白いと思いますね。これからも、そう。で、あと、基本的にも、前からも前、マーケットがちょっと違うマーケットなんでね、日本って。うん、また。いろんな会社にとっても元から。うん。なんだけど、今度も、これからももっともう独自でいろいろとやってきますから、どんどん発展していきますよ。うん。まあ、すごいもんね、訪日外国人がね。なんか、昨日写真ちらっと見たけど、なんかもう、すごいなと思って。じゃあ、ちょっと詳しく見いきますよ。竹林さんの御事の、メッセージ。はい。竹林さんの御事、竹林さんの御事は、二面性を持つ謎に満ちた神です。これ何？ごめん。ごめんね。なんとかを荒らして、要はなんとか荒らして、姉のアマテラスの大神を、怒らせるワイルドな面と、8個のヘビ、8個のヘビあったでしょ？8個のヘビを退治し、人のために役立つ英雄の面をも合わせ持っているのです。ちょっと待って、アマテラスの大神こと。ごめん、アマテラ、私さ、いつもさ、それ超重要なのにさ、しかも島根県系なのにな、うちのおばあちゃん、そういうの、アマテラスの大神こと、お、大神こと、アマテラス大神、ごめん、アマテラス大神ね、ごめん、アマテラス大神、うん。そうね、うん。で、いずれにせよ成長と変化を即す強烈なエネルギーの持ち主です。ああ、強烈なエネルギーっていうのいいね。竹林さんの御事は、謙虚さを必要としません。自分を飾らない彼は、あなたも自分を飾る必要がないことを教えてくれます。私を強く前に前面に出していいのです。周りの反応を先取りして心配する必要はありません。このカードを引いたあなたに、竹林さんの御事は、自分の中の多元性、いろいろな側面に気づき、それを表現していって良いのだと伝えています。竹林さんの御事のエネルギーがあなたの中のスーパーヒーローを目指せ、させます。想像するためには、時には破壊も必要です。そして正直さは最大のパワーになります。仕事面では中途半端なところがあれば改善しましょう。すごくいいんだけど、いいんだけど、全然いいんだけど、いや、すごいいいなって思うのがさ、この、まあ、陽気な神様っていうこととか、うん。あと、スーパーヒーローって言ってるけど、要はスーパー、女でも男でもいいからね、この言葉の場合は。うん、そう。で、このか、そう、多元性、いろんな面に気づき、それを表現していっていいんだと伝えています。なんか、やっぱ人ってさ、多様だと思うのよ。人が。なんか、その、場面場面によってさ、やっぱ、多元性、多様性だよね。なんか、だからさ、何が言いたいって、いろんな顔を持ってんのよ、人ってやっぱり。だから、まあ、私もさ、こういうのやってる顔もあるし、あとその、まあ、ガバナンスとして、教育係、子供の教育係やってる時もあるし、あと、起業家として、経営者として、いろいろなんかいろいろやってる時もあるし、パソコンでなんちゃらやってる時もあるし、
友達喋ってる自分もいるし、親と喋ってる自分もいるし、って感じだね。いろいろな自分が、いろんな使い分けてるというか、まあ、使い分けてはいないんだけど、なんだろう、いろんなさ、ことができるわけじゃない。それって、みんなもそうなんだよね。いろんな時にいろんな顔で、まあ、使い分けてるんだよね。で、それも全部自分なんじゃん。そう。私が教育係やってる時の、子供といろいろやってて、教育係やってて、鬼ごっこやってるとか、まあ鬼ごっこだけじゃなくて、まあいろいろなんかしつけてる時とか、もう私だし、これをやってる時も私なの、完全に。そう。で、あと、経営者とか起業家関係の、そういうミーティングで行ったりとか、そのいろいろなことを、事務作業やってたりとか、もう私なのよ。で、あとはほら、私ロンドンの大手の語学学校でさ、英語のクラス、持ってる時があるから、それで世界中から来てる、生徒さんに教えてる時もそれも私なのよ。そう。だから、なんかね、人はそういうのなんだよね。で、特にもう令和の時代っていうか、そのいわゆる風の時代的な令和の時代的なのとかって、もう人がいろんな顔を持つのって当たり前なんだよね。うん。そう。なのよね。だからね、お医者さんもね、そのままね、いろんな自分のいろんな顔をね、どんどん一つ一つの顔をやっていけばいいっていうか、そう、や、まあ、うん。まあでもね、お医者さんに関しては、なんかちょっと声が裏返りそうになったけど、お医者さんに関しては結構できてる人多いんじゃないかなとは思いますけどね。うん。で、まあ、そういうのあんまりそういえばそこまで意識してなかったりすると思うけどね。うん、うん。まあ、人はあんまり意識してなかったりするけどね。そう、だから、その多元性である自分、多様性である自分、いろんな顔がある、いろんなことができる自分っていうのは素晴らしいんだっていうことなのよ。うん。だって、前はさ、昔はさ、なんかそんないろいろあれこれやってって思われたかもしれないよ。でも、今時はさ、できるわけじゃん。だってこうやってさ、携帯電話、私今こういう iPhone で撮ってるんだけど、iPhone 一つで撮れるわけよ。で、私の場合これほら編集とかもしないから、それであげちゃう、あげるわけじゃない。うん。で、それで見てもらって、それは、YouTube、YouTube。で、かと思えば、この時間帯は、こういうの、例えば、英語を教えてたりする、いろんな世界から来る、学生さん、てか、まあ、学生でだけではないんだけど、まあ、生徒さん、いろんな、年齢層がいるからね。うん。まあ、別に10代とかの子もいれば、20代の子も30代、40代、50代、まあ、いろいろいるから、そう、向けにやってる。で、とかと思えば、そういうふうに教育係やってる時もあるっていうので、いろいろできちゃうのよね、今、世の中では。そう。この一人がいろんなことをできる。で、それに、なんか、もしかしたら昭和の感覚からすると、あれもこれもやってって思ってる人が周りにいるのかもしれないけど、まあもうね、今令和ですからね。うん、うん、うん。だからそういうところの自分を恥じないでほしいっていうか、なんだろう。そういうところはもうどんどん自信を持って、なんか、私は多元性だから多様性だからって、私が、まあ私いつもよく言ってることだけど、私は多様性を体現してんのよ、このチャンネルで。うん。だから、そういう感じよね。うん、そうそうそう。だから多様性、多元性を体現する私、それは素晴らしいんだっていう感じでね。うん。思っていただいて、ね、毎日生活していただけると思います。いただければいいなと思います。はい。ここまでご覧くださいまして、どうもありがとうございます。いやー、ちょっとね、ちょっと長めに撮らせていただきましたが、まあ、長めに撮ったつもりなかったんだけど、長めになっちゃったということでね、はい。皆さんのね、お羊座さんのもう、健康第一ですか、健康と毎日の日々の楽しい生活っていうの、本当にもう英国ロンドンのお茶の間から、応援してますので、はい。で、あと、まあ、このね、動画楽しいよって思った方、あとチャンネル登録したいという方、していただくとありがたいです。で、あとね、皆さんが持ってる、ツイッターとか、インスタとか、Facebook とかに、この動画をね、ちょっとシェアしていただけますと、大変共有していただけるとね、必要な方にこういうメッセージがいきますので、で、全世代やってますので、はい。まあ、全世代やってるってことは、もう、全人類向けなんでね、まあ、日本語はわかる人向けというか、なんで、はい。よろしくお願いいたします。じゃあ、ここまでご覧くださいました。ありがとうございます。お久さん、お互いに。まあ、私は隣の星座のお久ですので、はい。まあ、お久にかかってるくらいの勢いだからね。4月20日なんで、私誕生日が。はい。なので、まあ、お久にかかってるくらいなんですけどもね。はい。頑張っていきましょう。はい。じゃあ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。